もらってきました。削ってもらいました。コロナの検査キット、抗原キットありませんでした。あるかな。キット買ってきました。液タイプ、はしごしましたがほとんど売り切れで入荷も未定だと言われます。そろそろ15分になるよ。陰性でした。よかった、コロナではありませんでした。めまいするし、なんかもうご飯食べたらもう下痢になるし、私下痢はなかったな。後遺症なのか、もしかしたら熱中症？塩分チャージしよう。なんかやっとるの？あれ、コロナのキット。うん。さっきから言ったじゃんね。うん。検査したの。うん。そしたら？こんな感じ。どういうあれ？これ C と T ってあるよね。うんうん、これ C と T 両方を線が出たらこうやって、うん、若干じゃん C って、うん、T も同じように線が出たらコロナ判定。あ、そういうあれかな。そうだから私は上しかないから、うん、陰性だからコロナじゃない。うん、うん、そうや。うん、そうだからコロナじゃないから今大丈夫。うん、うちは1しかないの、検査なんで。そう、1個しかない。あれ見に行ったじゃん、薬局もあったけど、うん、かなり回ったじゃん、いっぱい回ったじゃん。うん、なんか入ってるの？使ったの、使ったの。ああ、液が入ってるの？なんか、あ、そうそう、液が入ってる。検査する。うん、回ったけど1個しか買えんと思って、お母さんもできへんけど。うん、私は大丈夫だね。大丈夫。うん、とりあえず良かったっていう。うん、本当はなんか病院は鼻だったの、鼻の粘膜がギューってつけて検査するけど、うん、
は唾液だった。ああ、唾液か、口の中に。今なかったでしょ、キットカーだったけど、めっちゃ流行っとるよね。いくらするのこれ。これも約2,000円。え、そんなすんの。ネットで調べたら安くて1,500円。あ、そう。ちょっと高いね。流行ってくるのがね。だから見つけたら買おう。1年だ。これ25年の1月までって書いてあるの。1年ぐらいの。そうやね、1年、今24年やろ。私の中でコロナ後遺症で一番多いのは倦怠感 40%、 息切れ 36%、 味覚障害 24%、 不安 22%、 咳 17%、 味覚障害 16%。 後遺症、疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、息切れ、脱毛、記憶症、集中力低下、頭痛、うつ、味覚障害、嗅覚、動悸、下痢、酔い下痢。俺後遺症もしかして、だトイレ。何もやらなかったら鳥がもう本当に、今日ほんでトマトも昨日私畑行ったらさ、なんかが食べちゃって、もうトマトだね、甘いと思う。なんかあったかなったでかな、すごい。ほらほら、
あ、すごいね、これ。癒されました。見つけたね、杖を見つけた。熱いやろ、手ついたわ。とりあえず水分取って、水分味が分からんけど。